はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回プレイするのは新作ですね、ラトピアというゲームになります。こちらはね、ネズミが主人公の地下のね、拠点作りのゲームとなります。自分自身はね、ネズミの女王となって市民にね、お金を渡しながら拠点をね、作らせる、働かせるといった経済ゲームにもなってるようですね。何やら楽しみです。早速やっていきましょう。ニューゲームです。はい、早速ね、こちらの土地に降り立ったということで、後ろにあるのは貯蔵庫ですね。私が持っているのはこれは何でしょうかね、食料かな、10個、そしてね、草を10個ということで、草はね、何に使われるかわかんないんだけど、まあとにかくまずはね、市民がいないみたいですね。市民を呼び寄せるためには我々この王室の中のこれかな、都市の入り口というものをね、作って市民をね、この扉からね、呼び出すということみたいなんですよ。ここら辺ね、オクシジェンナットインクルーディッドに似ているような気がしますけども、とりあえず最初はね、そういう意味だと、市民がいないので私がね、働かなければいけないということでしょうか。とりあえず木材でも取っておきましょうか。こんな感じかな。そして木材を入れておくよと。あとはこれは食料かな、プラスの食料。現在ね、上に食料10と書いてありますけど、これが単純に増えるのかな。あ、そうですね、12か。じゃあ下の方を掘っていきます。待てよ、はしごとかも必要だろうから、最低限の持ち物は持ってた方がいいような気がするな。例えばこの葉っぱちょっと持っていって、建設としてさ、こちら基板のところにはしごってあるんですよね。これがどうやら葉っぱを使うと書いてあるので、こんな感じにやってみましょうかね。よいしょと。そしたらば、ここはしごのね、設計ということで、こんな感じか。お、こうやって作るんですね。うん、ここにまだ葉っぱがある。っていうか葉っぱ全然足りないな。一応葉っぱ下に置いておきましょうか。これ、いや待てよ、その前にここ崩さないといけないですね。うん、よいしょよいしょと。あ、ちなみにこれがなんか出来上がった。植物もちゃんとね、成長するんだ。うんうんうん。そしたらば、ここにも葉っぱを置いて、はしごですね、作っていきましょう。よいしょ、よいしょ。うん。さあ、夜になってきそうだ。このゲームはね、敵も出てくるみたいなんですよ。うん。さあ、横に行きましょう。葉っぱがここでさらに取れるぞということですね。よいしょ、よいしょと。そしたらば、どん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 横行こうか。ね、そうしましょう。とにかく、あの入り口をね、なんとかして作りたいので、ここら辺をこう掘ってですね。そして、これは石でしょうか。ガン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 行きましょう。よいしょと。さあ、そしたらね、ここに空間ができましたので、王室を選んでですね、この都市の入り口だ。ここにね、作っていきましょう。で、今ね、たまたま石持ってますんで、とりあえず今ね、石を入れましたと。あとはここにある葉っぱ、これは違いますね。これは土か。ここにある葉っぱで、とりあえずここのね、はしごを作っていきますと。うん、そうするとね、上に登れますので、上に行って今度はね、こちらの木材ですね、取ってきましょう。この木材を入れれば、おそらくね、こちら都市の入り口が完成します。はい。そうすると早速ね、移民がいるということで、このゲームはね、新しい移住民を入れるということで、選択が可能なんですね。3種類の選択。このね、サナというね、女ネズミを入れる、プラスね、木材2個。木材は外で取れるからいいかな。このアルトというのはオスですか？おとなしい。楽しみの減少、速度マイナス30か。自然人、ベッドに配置した時、幸福度がマイナス5。え、どういうこと？雑魚寝がいいっていうことかな。ちなみにここはさ、一気にさ、二人のさ、ネズミをさ、雇い入れることができそうだ。ちょっとね、問題はありそうですけど、撲滅した貴族たちということで、この二人ね、とにかく人数必要そうですので、二人一気に入れていきましょう。はい。そうすると、私の代わりにね、いろいろやってくれるようになります。こっからがね、このゲームの真骨頂ですね。とりあえずですけど、ここまでちょっと伸ばしてみる？こっち側もさ、こうやって伸ばしてみましょうか。ね。そして行きましょう。さあ、そうすると勝手にやってくれます。こっちにね、水があるんだよな。水飲む必要もありそうだから、ちょっとここを伸ばしていくか。ね。こんな感じで水のね、場所まで伸ばしていきましょう。
あとは木材必要だと思うんで、私がねこの木材切っていこうかな。そしてネズミ、住民がね多くなればなるほど食料がね今度必要だと思うんだ。だから食料も気にしていこうよということか。うん、地上にあるものは基本的に私がね面倒見る感じで進めましょうか。よいしょよいしょと、食料今ね上見ると13と書いてありますね。うん、さあコケコッコと言っておりますけど、そこまで食料は焦んなくていいかな。むしろもうやってもらおうかな。めんどくさいからね、ここら辺一切合切取ってくださいと。またね生えてくるとは思うんですけど。さあもう少ししたらまたね村人たちが来るんだと思います。続いて我々さ何を作るべきかということであると、ベッドかな。やっぱり休憩のベッド欲しいと思うんで、一つとりあえずね作っていきましょうか。二つあってもいいかもしれないけど、あとはさ木工所とかも置いた方がいいかもしれないですね。丸太は取れるんだけど板は作れないという状況かなと思います。さあともあれ人数必要だな。で最初の方でね紹介した通りなんですけど、このゲームね通貨という概念があるみたいなんですよ。今ね9900の通貨持ってまして、これが結局彼らにね労働分支払われているということで、私の通貨がさ刻々と減っているんですけど、これどうね認識すればいいのかなかなかよくわからない。うん、まあとりあえず作れるものは作っていきましょう。生産でさ、これ製材所作れそうだからここにね設定しておきましょうか。あとはさ今パッと見てさ研究なんかもできるみたいね。あでもこれやっぱり板が足りないから研究できないよって言ってる。サービス、トイレ重要ですね。ただ木材がないよって言ってる。そうかそうか、トイレには木材が必要か。うん、じゃあ私がね取りに行きましょうか。木材は多分ねここでも取れると思いますね。これは枝かな、樹皮と書いてありますね。じゃあこの樹皮を使ってで、トイレをね作っていきましょう。よいしょよいしょ、どこら辺に作ったら方がいいんでしょうかね。トイレ、サービスでトイレですよね。ここにとりあえず作るよっていう風にしとこうか。うん、私はこれ下ろさないといけないのかな。こうやって一緒になってねこう建設もできるんでね、素早くやりたいときは自分の手もね動かしながらこのね拠点を拡大していくという形でしょうか。いや植物がねもう一回こう育ったりするのは見ててねワクワクしますよね。さあ木材入りました。あと土も入ってるね。私もこれ入れられるのかな。パッパってやって私がね作っちゃいましょうか。よいしょよいしょと、はい作った。トイレはねみんなで使いましょうということで、尿意をね催したら自動的にここに行ってねトイレするんだと思います。さああとはね製材所ですね。土が2つ必要、あと木も必要と言ってるな。木切ってきてあげようか。うん、なかなか私が木切るのもめんどくさいからもうやってもらおうかな。ここら辺の木を切っちゃえばいいでしょう。いやいや、一個ぐらいちょっと自分でねやっておきましょう。さあそしたら1日経ったのかな、この交換音はね。フクロウが鳴いたりしてますね。ここに入れておきましょう。はいはいはい。さあ人がね来ますよっていうことですね。あ、村人が来た時の音かもしれないね。もう一回あと4人ぐらい入れておけばねかなりパワフルだと思うんで。ちなみにねネズミはね様々な性格があるんで、じっくりねやりたい方は性格をねよーく見てやってほしいですね。さあそしたらば製材所か。うん、この製材所にネズミをねアサインする必要があります。作業速度とかがいろいろ異なるみたいだけど、このテディが得意そうだからテディにねしておきましょうか。もう一人ぐらいやっとく。いや一人しかこれアサインできないのかな。じゃあこの人テディをね担当としておきましょう。さあそうすると今度は木材から板がね作れるようになります。あやってくれてるね。テディがこっち来て、はい、シュコシュコシュコと、これ出来上がった板っていうのは上にね置かれるんだと思うんだ。我々のね倉庫貯蔵庫っていうのはなぜか上にあるということか。そしたらば続いて作るべきものとしては、トイレはねもうすでに作りましたと。採集所作りたいけどやっぱり板がないのか。そうか、製材所はひょっとしたらもう一個あってもいいかもしれないな。そうですよね。じゃあそれならば製材所隣もう一個ぐらいね作っておきましょうか。みんな大忙しですね。そろそろここ水が見えるんだけど、水飲んだりするんでしょうかね。食料が22個、今のところ飲料水の概念はなさそうだから水はね何かに使うのかな。あ、水の中に行っちゃったけど大丈夫かな。窒息はしなさそうですね。さあそしてはいやってくれてますね。上の木材もガンガン取っていかなきゃいけないから、
ここら辺ね、細かく指示出しておきましょうか。うん。で、食料も極力ね、取った方がいいと思うんで、ここら辺は指示を出しておきましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。こんな感じかな。よし。いやー、人数が多くなると便利ですね、さすがに。気力が必要な市民というのがあるけど、これ眠いっていうことか。あ、ここに寝ちゃってる。オスカー、上の方で寝てんだけど。え、このベッドってこれ誰のベッドよ？ちょっとわかんない。あ、指定されてないんですね。オスカー用のベッドにしておきましょうか。うん。一人一台のベッドとなるのか。あ、ダイアナも寝ちゃった。かわいそう、かわいそう。はい、テディがやってくれている。そしたらば、いい加減作れるかな。あ、作れますね。よし。最終場、今度ここにね、作っていきましょう。よし、よし、よし。こんな感じで、どん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 ね、拠点をね、広げていくと言ったことだ。奥とか見るとね、まだ見知らぬね、鉱物とか、謎の生物とかね、おそらくいるんだと思うんですよね。はい、はい、はい。その前に、やっぱりでもちゃんとベッド作っといた方が良さそうですので、地味にね、ベッド配置しておきましょう。一旦ここかな？ね。うん。スペースがなかなかない。もうちょっとこっちにもスペースやって、で、またね、下の方、こっから伸ばしてね、下の方に階段で行くのも手なのかもしれないですね。一応やっとこうか。ね、そうしましょう。ここ開けるだけでいいと思って。さあ、テディ、ここを開けちゃうことによって下に落ちないのかは心配ですけども。頑張って頑張って。あ、やったやった。これは何？最終上、誰か指定することができるので、ユアにしておきましょうか。ね、こんな感じだ。これは多分上にあるさ、植物とかをさ、自動的に取ってくれると言ったことでしょうかね。さあ、住民がさらに来ます。うん、どうしても人数欲しいんで、勇敢な戦士たち、いいんじゃないの？ね、戦士たちを入れておきましょう。気づけば私の市民はね、6人になってます。最大20人までいけそうですね。ただね、この拠点のアップデートをすることによって、最大20人もね、増やせそうな予感ですね。とりあえず、我々としては、さっき言った通り、はしごかな？置いておきましょうか。こんな感じで設置しておきましょう。さあ、そしたらば、ここね、穴開けてはしご作っちゃったことによって、これがね、作用しなくなったかもしれない。一旦こちらさ、アサインしておきましょう。市民の担当はね、オレオにしておきました。よしよしよし。頑張れ頑張れ。こんな感じでね、ネズミのね、拠点をどん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 大きくしていくと。そしてね、ピンチになったらば、こうやってね、剣で戦うんですよ。面白そうだよね。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね？続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.